皆さんこんにちは。Be Legend管理栄養士の布目です。今日も話題に沿ったものをコンビニ行って買ってきたいと思います。それでは今日のお題をお願いします。あれどこやってたっけ？あれ？今日のお題は300円以内で買える血糖値が上がりにくい食べ物になります。血糖値ですね、ダイエットとも関連が深そうですね。それでは早速買っていきたいと思います。行ってきます。それでは買ってきました。今日のテーマは血糖値が上がりにくい食べ物ということだったんですけれども、まず血糖値なんですけれども、血液の中の糖が高いとか低いと言っています。血糖値っていうのは何かっていうと、炭水化物、主にご飯とかパンとかパスタとか麺類とかですかね、そういったものを食べて消化するとブドウ糖という糖ができます。でそのブドウ糖が血液中に吸収されて、そのブドウ糖がどれだけ血液中にあるかどうかっていうのが血糖値というふうに言われています。ブドウ糖というのは私たちのエネルギーの元になるんですけれども、ブドウ糖が血液中にいて、でそうすると血糖値が上がります。その血糖値を下げるためにインスリンというホルモンが分泌されて、そうすると血液中の糖が筋肉とか肝臓にグリコゲンという、まあ、エネルギーの形で蓄積されたり、それ以上ですね、あるものに関しては脂肪として蓄積されます。なので血糖値上げすぎてしまうと、たくさん私たちの体に吸収されて脂肪としても蓄積されやすくなってしまうので、血糖値を上げすぎるのは良くないというふうに言われています。その血糖値を上げづらくするためにはどういったものを選べばいいのかというとこなんですけど、グリセミンインデックスという GI という指標があります。これは何かって言いますと、食品の血糖値の上昇度合いを表現するのがこの GI 値というふうに言われています。ブドウ糖を100とした時に、この食品はどれだけ血糖値を上げやすいかどうかっていうのを表しているんですけれども、これが低ければ低いほど血糖値が上がりづらくなると言われているので、できるだけ、まあ、血糖値を上げなければ、私たちの体に余分な脂肪とかね、そういったものとして蓄積されづらくなりますので、今日は、私はこの GI 値が低い食品を3つ選んできましたので、ご紹介させていただきます。まず1つ目がですね、メインのご飯ということでちょっと主食系で選んできました。パスタになります。パスタはですね、炭水化物の中でも GI 値が低いと言われています。この他似たようなところでラザニアとかもいいですし、あとはまあライ麦パンとかお餅も実は低 GI 値食品というふうに分類されています。ちなみにこの GI 値というのはカナダで開発されたものになりまして、シドニー大学の方でこの GI 値というものの数字をつけたデータがありまして、それをもとにお伝えさせていただいています。でこの GI 値はですね、高と中と低に分かれているんですけれども、この GI 値70以上が高 GI 食品になっています。56から69が中 GI 食品、55以下が低 GI 食品というふうに分類されています。まず1つ目にご紹介したこちらのパスタは GI 値が49となっていますので、低 GI 食品に分類されます。2つ目はですね、今度副菜で選んでみました。こちら大豆になります。大豆も低 GI 食品に分類されていまして、大豆自体は 16GI になります。副菜他にもですね、葉物野菜ですとかキノコなんかも低 GI 食品とされています。食物繊維が多いっていうのも血糖値を上げづらくする食べ方のポイントになりますので、食物繊維が多いものを選ぶのもいいと思います。その他よく咀嚼をする、これでもですね血糖値上げづらくなるというふうに言われているので、よく噛むことも重要になってきます。最後はですね、おやつ部門で選んできました。チョコレートになります。チョコレートですね、メーカーさんによっては低 GI と歌って出してる商品もありますので、チョコレートいいかと思います。チョコレートの GI 値は40となっています。この他おやつで言いますとナッツ類ですとか、あとヨーグルトなんかもですね GI 値低いのでいいかと思います。
うちの姉が昔インスリンダイエットが流行った時にやっていて、確かになんか効果あったような気がしていて、ちょっと私も改めて低 GI インスリンダイエット、この機会にやってみたいなというふうに思いました。それではですね、今日の買ってきた3つの食品の値段を発表したいと思います。パスタですね。今回は冷凍パスタを選んでみました。最近私冷凍パスタにハマっていまして、美味しいんです。いらない情報ですがすいません。冷凍パスタはですね、258円で買ってきました。大豆が入ってる副菜は2個入りで170円、チョコレートはですね箱で買いまして199円で買ってきました。まあどれもお題通り、今回は300円以内で血糖値が上がりにくい食べ物を買ってこれたかと思います。血糖値気にされている方はですね、試してみてはいかがでしょうか。皆さんからのお題に沿ってお買い物行ってきますので、ぜひリクエストありましたらご記入の方お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。